グンナル・リンドストロームはスウェーデンの元陸上競技選手である。彼は1924年に開催された1924年パリオリンピックのやり投げで銀メダルを獲得した。リンドストロームは1920年アントワープオリンピックから1928年アムステルダムオリンピックまで連続3回やり投げのスウェーデン代表に選ばれている。 アントワープオリンピックのやり投げは12の国から25人の選手が出場して8月15日に予選と決勝が行われた。決勝には予選の上位10名が進むことになっていた。リンドストロームは60メートル52センチを投げて予選を4番目の成績で通過した。同日の決勝にはフィンランド4人、スウェーデン3人、アメリカ2人、 エストニア一人の10選手が進出した。決勝では1位の4にミュラと2位のウルホペルトネンがオリンピック新記録を更新したのをはじめとして4位までをフィンランド代表が占め他国の選手を圧倒した。ミューラはウォームアップ中にアメリカ選手の投げた槍で肩を打撲したにもかかわらず65メートル78センチを投げ2位のペルトネンに2メートル以上の差をつけて 金メダルを獲得した。リンドストロームは記録を伸ばすことができずに6位にとどまった。次のパリオリンピックのやり投げは15の国から29人の選手が出場して7月6日に予選と決勝が行われた。選手たちは2つの組に分かれて予選を競い上位6名が決勝に進むことになっていた。リンドストロームは 予選一組で三浦を抑えて6 0八8 1の記録で1位となり、同日の決勝に勝ち残った。決勝には予選一組から4人、二組から2人の合計6人が出場した。決勝でリンドストロームは記録を伸ばせず、三浦が自己の持つ世界記録には遠く及ばないものの6 2十9 6ンチを投げて逆転し、 オリンピック連覇を果たし、リンドストロームは銀メダルとなった。リンドストロームにとって最後のオリンピックとなったアムステルダムオリンピックのやり投げは、18の国から28人の選手が出場して8月2日に実施された。選手たちは4つの組に分かれて予選を競い、上位の6名のみが決勝に進むことになっていた。 リンドストロームは58メートル69センチの記録で予選2組の4位となり全体では14位の成績となって予選通過は果たせなかった。リンドストロームはパリオリンピック終了後同年10月12日に故郷のエ区クショーで開催された競技会で66.62メートルを投げて三浦の保持していた世界記録を破った。彼の実弟もやり投げの選手で アントワープオリンピックで13位の成績を残している。リンドストロームは1951年10月6日に、故郷をエークショーで死去し、その地の教会に埋葬された。ABC スベリエオリンペスカコミット2012年11月26日、閲覧。オリンピックアスリーツボー音委員エクスホ、ユンクピング、スウィーデナーカイブド2020年4月17日。 アットザウェイバックマシン二千十二年十一月二十六日閲覧スウェーデンアスレチックスアットザ千1920アントウェルペンサマーゲイモサーカイブド二千二十年四月十七日アットザウェイバックマシンアーカイブド二千二十年四月十七日アットザウェイバックマシン二千十二年十一月二十六日閲覧スウェーデンアスレチックスアットザ千九百二十四パリ サマーゲイモスアーカイブド2020年4月17日、アット・ザ・ウェイ・バック・マシン、2012年11月26日、閲覧。スウェーデン・アスレチックス・アット・ザ・1928、アムステルダム・サマー・ゲームズ2012年11月26日、閲覧。AB ・アスレチックス・アット・ザ・1920、アントウェル・ペン・サマー・ゲームズ。 メンズジャベリンスロークオリファイングラウンド2012年11月26日、閲覧。ABCD アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマーゲームズメンズジャベリンスロー2012年11月26日、閲覧。アスレチックスアットザ1920アントウェルペンサマーゲームズメンズジャベリンスローフィナールラウンド2012年11月26日、閲覧。 アスレチックス・アット・ザ・1924パリ・サマー・ゲームズ・メンズ・ジャベリン・スロー・クオリファイング・ラウンド2012年11月26日、閲覧。アスレチックス・アット・ザ・1924パリ・サマー・ゲームズ・メンズ・ジャベリン・スロー・フィナール・ラウンド2012年11月26日、閲覧。AB ・アスレチックス・アット・ザ・1924パリ・サマー・ゲームズ メンズジャベリンスロー2012年11月26日、閲覧。AB ケルチェターニ、82ページ。AB アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズ。メンズジャベリンスロークオリファイングラウンド2012年11月16日、閲覧。アスレチックスアットザ1928アムステルダムサマーゲームズ。 メンズ・ジャベリンス・ロー2012年11月26日、閲覧。ガンナー・リンドストラム、スウェーデン・ネミス・ジャブリンズウェブサイト、2012年11月26日、閲覧。ジャベリンス・ローワールドレコードプログレッション、メン・ネミス・ジャブリンズウェブサイト、2012年11月26日、閲覧。リンドストロームの記録は、 フィンランドの A ロペンティラが1927年10月に69、88メートルを投げて破っている。A ロフ・リンドストラム PROFILEATSPORTS-REFERENCEE.com2012 年11月26日閲覧。AB ニルス・ガンナー・リンドストラムスベンスコ・キーカン、X ホ。 グラバー、セ2012年11月26日閲覧。ありがとうございます。